はいこんにちはトールですえー、Horizon とね、モン o n h ご視聴いただきましてありがとうございますで。モンハンの方はね、一応参加型でやってたんですけども、えー、まあ、なかなかいらっしゃらないんでね、あのずっと待ってるの、何もしないで来るまで待ってるのもあれなんで、あの ソロで練習しながら待ってるんですけど、あの、夢中になりすぎてなかなかコメントが読めなくてあの、参加したいって言ってくれる方いらっしゃったんですけどね、あのー、まあ、待ちきれずに、待ちきれなかったのか、ちょっと帰ってあの、用事があったのか分かんないですけど、ちょっと帰ってしまって、申し訳ないです。えー、っと、まあ、そういう意味でもね、あのー、なんていうのかな、リスナーさんがいやすい、ね、見やすい、 てていいいいううこととも考えていかなきゃいけなけけは思うんですけどねまあ、何を配信するかっていうのは別に好きなものを配信したらいいとは思うんですよ。あのー、別に流行りしたりだけでね。あのー、流行ってるから注目されてるからっていうだけで自分が興味わかないゲームをね、まあ何回か言ってるんですけど、無理やりその、いやいや配信する人なんて全くないと思うし。あのー 別に古いゲームでも何でも自分がやってて面白いと思うもんやったらいいとは思うんですけど、ただね、見に来てくれる人のことはね、考えてやっていかなきゃいけないんですけども、なかなかね、難しいですね。ど,どんな人が来てるか正直 <laughs> 分かってないところもあるし、例えば何人か見てくる人がいたとしても、その人たちがこうど何を、どういうきっかけで来てくれたのか、 わからないし何を望んで見てるのかも見てくれてるのかもわからないからなかなかこうどう、うん、<laughs> どうするのが一番見やすいのか見やすいのかっていうのが、ね、いいのかわからないんですけど正直わからないんですけどねあの、まあ、少しでもね、まあ、考えてわからないなにも考えてね あの少しでもいいチャンネルに配信できればなぁとは思ってるんでよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけますと嬉しいです。バイバーイ。